できた。聞かせて。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん。毎日ニュースを見てた。でも、俺がソルジャーになった頃には、状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、神羅のために働く、ただの。ごめん、話したくないよね。うん。剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな？格闘家っぽいの？普段と変わらない気がするけど。私と釣り合う服を選んでね。わかった。楽しい計画っていいね。ああ、いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。ああ。ずっといなかったね。散歩だ。そうだ、ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。帰ってきたって分かったらホッとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。
作戦に出ようとしたらあれがたくさん押し寄せてきて。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でもいつまで持つか。合流しよう。うん。行けるな。もちろん。店まで急ぐぞ。やってやる。消えているのか。まあ。どんどん出てくる。投げだ。やっ。すると見えるよ。それ以上のことは分からない。ソルジャーでも知らない。また急いでるのに。他の道は？うん、こっち。ここもか。もしかして私たちの邪魔してる？クラウド、こっち。嘘でしょ。まるで洪水だね。流されるだろう。うん、ついてく。じゃうじゃはよ。まあこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たくマコーロってのは。大丈夫か。平気って言いたいところだけど。本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。